皆さんどうもピーマンです。今回は4月の23日、西武戦を実況していきます。現在2軍で5試合に登板して2勝1敗防御率は 3.81 となってますね。残念ながらまだ1軍からお呼びはかからない。前回はね5回投げて、じゃないね7回投げて2失点という最高のピッチングだったんですけどね。まあ、これを続けていけば嫌でもね上げたくなるでしょう。いや、嫌なわけじゃないと思うけどね。決して嫌われてるとかそういうわけじゃないんですけど、今のところはまあシーズン始まったばっかでね。で、横浜の選手も別にね、調子が悪いわけではないので、あ、でも久保調子悪い。いや、久保変えてほしいわ。これちょっとおかしいんじゃないの？久保の枠、底重の入れるでしょ、普通。俺なら使わないけどね。うん。久保使うくらいならゴロを使うでしょ。みんなどうだ？監督なら絶対そうだろうな。5.48。いや、でもあるよ。これ今久保の評価がかなり下がってますから、ここでね、また、いいピッチングして。で、高評価を得れば、久保と五郎が逆転みたいな。あれ、一軍に上がったらこっちのもんだから、なかなかね、落とされないからね。一軍に上がるのは難しいけど、一軍から落とされるってことはなかなかないんだよ。それなりのピッチングしとけば、まずありえないことだからね。しゃあ、行きましょう。西武戦です。二軍です。二軍なんです。簡単に行きます。ええ。防御率は 3.81 ですよ。さて行こう。先頭バッター森本ね。おいや。オラにはもうジャイロボールしかないからな。ジャイロボールで押していくよ。はい、オッケー。わ、今日調子悪いのか。ちょっと調子の悪さがあるが、なんかいつもより球の切れがないような感じがするね。わ、いきなり、あー、抜けるんかい。何、何走り抜けてんの？ねえ、ちょっとダイビングキャッチ的なものはしないの？こうやってさ、してほしいわ。ファインプレーが一つもねえんだよな。互いに支え合いましょう。互いに頑張りながら1軍目指そうよ。そういうの感じられねえんだよな。この2軍では。お願いしますよ。今のは取れたと思うけどね。1軍レベルだったら十分取れた打球だろう。早く1軍に。あ、まあ横浜なら無理か。うん、横浜なら無理だな。うん。横浜なら無理だって納得できる今の環境がものすごく怖いね。ボコボコ打たれまくってる。やばいぞ。1回から失点ってもう嫌な感じ。嫌な感じ、本当に。はい、ゴー。ゲッツ欲しいとこではあるが、あー、どうだ？ゲッツ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 カモン！イエス！イエス！ナイス！ナイス！よく取った！今のはナイスプレイ！ナイス！ふぅー！あぶね、極めるタイミングだな。いいぞ。はい、はい、投げて、投げて。いや、もうそこ手で取ろうよ。手で取った方が絶対早いと思うね。グラブで取る必要ない。メジャー張りのプレイ見せていこう。今の距離なら普通に手で取った方が絶対効率いいと思うんだけどね。そういうアドリブ性がないんだよ。アドリブ性を僕は求めてますからね。よろしくですよ。さて、一回はなんとかゼロで抑えましたよ。あの場面から抑えられるのは本当にいいでしょう。横浜にいないピッチャーだよ。横浜の選手なんてあそこ全部打たれる選手ばっかですからね。ゴローは違う。よし、ナイス！グリエルジュニア深いとこで取って、それ取れたなら、さっき取れたろ、1打席目のあの打球ね。先頭バッターのあの打球取れたんじゃないの？ちょっとね、グリエルジュニアのサボり疑惑が今出てきたね。よし、真正面。はい、これで2アウト。おお、2回はポンポンいけそうだね。リズムに乗って、ポンポンポロンポンポン。レッツゴーポンポン、レッツゴーポン、レッツゴーレッツゴーポン、レッツゴーポン、イェイイェイ。はい、しげのゴロです。投げるたびに自己紹介するんかい。はい、オッケー。おお、トゥーストライク。簡単。ツト。あいやー、ど真ん中知っとく。まあいいでしょう。はい、三振いただきました。2回はパーフェクトだね。ああ。まあ、ど真ん中ではありますけど、いいんです。ど真ん中投げときゃ打たれないからね。防御率は 3.54。見れる数字にだんだんなってきたぞ、また、防御率。まあもちろんここで打たれるは結構上がりますからね。投げたイニングが少ないので。まあ打たれないんですけどね。はい、まずワンアウト、ワンアウト。はい、次々こうリズム乗ってポン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 。誰にも取れない、止められないポンポン。ちょっと噛んだポンポン。ちょっとだけ噛んだポンポンですね。うわうわうわ、やらかした。どうだ、行ったか。あー、フェンチ直撃、ありがとう。ホームランじゃないだけマシだと思わないとね。今のジャイロはあかんわ。今の過去ワーストのジャイロになるね。あれは投げちゃ打たれるんだ。それは分かってる。球速があるとはいえ、球威が甘く入ると打たれるのがこのゲームですからね。よし。おぉ、ベストピッチ決まってんだけどね。お、決まった！イエス！はい、2アウト。フォー！イエス！ゴローナイス！ゴゴ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 ローだ。
ゴーゴローだ。行こう。ゴーゴロー行こう。ゴー。レッツゴー。はい、抑えました。ありがとう。3回もゼロですね。よかった。あれもうヒヤッとしたけどね、行ったんじゃねえかなと思ったんだけど。行ってなかった。いや、今日はヒヤンナも少なめ。だよね。あ、ヒヤンナ3、少なくはないね。毎イニング1回打たれてる計算だから。少なくはないけどね。まあ、いいピッチングできてる。前回12安打打たれましたからね。ポンポン打たれた。どこ投げても打たれたんだよね。今日はそういうことはなさそうだね。よし、まずバットの先。あい、打てない。お前じゃあ打てん。帰れ、やめろ。やめた方がいいぜ。だって打てないんだから。4番、坂田、怖さはある。やっぱパワーはあるからね。うわー、パワーはあるけど、ライトフライ、イエス、イエス、ナイス。よかった、もう。ほんとにね。ヒヤってさせないでって。おぉ、この打球はどうだ、取れる、イエース。ふぅー。4回も抑えました。5回のマウンドですね。どうでしょうか、この調子だと6回7回と任されるんじゃないかな。前回もそうだったんだよね。基本は5回なんだよ。前回までは5回までだったんだけど、前回初めてこの6回7回のイニングを投げて、そして2点で抑えてね、QSHQS 達成という、監督からかなり褒められる内容でしたが、いけるならね、ぜひ行きますよ俺は。はい、三振、ど真ん中ね。はい、オッケー。ワンアウト、ワンアウト。防御率 3.26 か。うわー、やらかしたー。もう、防御率の話したらいつも打たれるんだよなー。ここで一本浴びちゃいました。痛恨の一撃だ。あの球は投げちゃダメなんだ。そら打つでしょうね。これもの、他の球場じゃホームランじゃないんだけどね。だからそこが悔しいのよ。この球場狭いからさ。他の球場じゃホームランじゃないの。でもしゃあないんだよね。ここでやってる以上はその理由が通じないんだ。2軍はこのここでしか投げ出してくれませんからね。よし、はい、というあと1人。今日は内容はかなりいいよ。ズドン、センター前に持っていける。うわ、取れてねえし。関根取れよ、それは。関係ねえぞ、ルーキーとか関係ねえぞ、そんなのは。取れるだろう。取れるから俺は取ってくれよって言ってんだよ。うわ、この打球も、連続ヒットか。いかん、三塁に行くなよ。どうした、どうした、重野ゴロ、寸前というか、爪が甘いというか、あと一人のとこで打たれまくるけど。はい、オッケー。イエス、最後インハイ。よし、決まった、ゲームセット。はい、オッケー。ふぅー、5回投げ終わりました。6回来るか。6回来るな、来い。いやー、でも今日は来なくて、今日はなんか来てほしくないな。あー、来なかったね。はい、5回で終わりでございました。チームはそのまま勝つ？あ、負けたね。うん、4-0 だ。敗戦投手か。ないんですよ。2軍での勝ち負けならどうでもいい。監督が今日の試合をどう評価してくれるか。まあ、みんなが監督なら当然評価するよね。当たり前だよ。俺も評価するし、みんなもする。プロスピではどうなんでしょうかね。今日の投球内容見ていきましょう。今日は5回投げて打者20人に対して球数41球。かなり少ないね、ピッチングで抑えました。ぐぐい勝負いけたね。まあ、被安打6本。まあ、ちょっと5回に打たれましたが、5回まではね、3安打というピッチングでしたからね。よく抑えれたと思う。ほんで、被安打が、あ、じゃない、三振が2個、失点1、自責1、被本塁打1本となりましたね。セラテリに打たれた1本がちょっと悔やまれるかな。うん。あれ、監督の評価上がらなかったぞ。どういうこと？もうマックスまで上がったってことか？何？いや、そんな分かってるよ。なんで？あげろよ、頼むから。久保と入れ替えろよ。なんであげれせねえんだよ。お前、バカかよ、本当に。どこまで無駄な試合をプレイすればいいんだよ。もう4月終わりだぞ。いや、ほんと残念ですね。1軍に上がることができませんでした。
ました。現在の成績はこんな感じね。次回は4月最後の登板になります。ヤクルト戦。前回このヤクルト戦に登板した時、大炎上をかましましたからね。こちらの試合になりますね。4回投げて8失点。これがなければ、もしかしたら1軍に今投げてたかもしれない。すごく清々しい顔して投げてたかもしれないけど。まあ残念ながらそれがないんだよね。まあ倍返しだというわけでリベンジをしていきたいと思いますので、お楽しみに。グーバイ、また会いましょう。